こんにちは、ごまおです。本日は投資信託分析ですね。eMAXIS Slim 全世界株式、覗く日本というね、投資信託を解説していこうと思います。初心者向けにね、詳しくやっていきますので、ぜひご覧ください。この動画は悩める会社を救うお金の知識を伝えます、ごまおがお送りしていきます。この動画を見るべき人はね、こんな人ですね。投資初心者で投資信託の銘柄選びについて迷っている方ですね。で、なるべく分散投資でリスクが低い投資がしたいと思っている方。で、これ一本に投資しておけばいいってやつをね、そういうのを知りたいっていう方について、向けてね、お話していきます。結論からですね、この eMAXIS Slim の全世界株式、覗く日本というやつはね、どういう感じかっていうと、まずですね、これをお伝えしておきたいのが、投信ブロガーが選ぶ銘柄ランキングっていうのがね、毎年1回発表されてました、FOY2019 ってやつですね。あれのランキングで13位を獲得していたということで、まあ上位かなっていうね、銘柄になってますね。これ、投信ブロガーね、別に、どっかの回し物みたいのじゃない人たちですね。別にこのランキングによって、何か、手数料とかもらえるわけじゃないけど、ちゃんと、投資信託とか、分析しまくってて、ブログとかでね、書いてる人たちが、選んだランキング、それのね、上位に入っているものだっていうことで、まあ、なかなか信用を受けるランキングなんで、そこに入ってるっていうのが、結構いいのかなというふうに思ってます。で、信託報酬率なんですけども、こちらが 0.1144% というね、これはまあ、驚異的な低さかなと思ってます。全世界の株式にね、投資できてて、まあ、0.1% ぐらいっていうことね、ことはかなりいいと思います。で、初心者向けにはお勧めできるということで、で、あとはですね、日本株を、個別株とか、トピックスの投資とかでもいいんですけど、そういうものをすでに持っていて、海外株にも分散的に投資したいなっていう人には合うのかなと思いますね。括弧覗く日本ってやつなんで、その海外の先進国とか新興国株に投資したい人っていう感じですね。まあ、逆に日本株はいらないよって人にも合うかなと思います。まあ、日本の経済成長なんてあんまり期待してないという思ってる人は、まあ、海外だけにだけ投資したいって人は、この投資信託いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でね、この eMAXIS Slim シリーズっていうのが、まず人気があるんだよっていう話しておきますと、このね、まあ、全世界株式、覗く日本だけじゃなくて、他にもいろいろあります、本当に。普通に全世界株式のオールカントリーとかもあるし、先進国株式もあるし、人気あるのはね、eMAXIS Slim の全米株式ですね。米国株式で S&P500 とかいうやつも人気ありますね。まあ、全部ね、長期投資に向いてるものばかりで、初心者はまずね、この eMAXIS Slim のシリーズを検討すべきかなというふうに思います。で、本題ですね。eMAXIS Slim 全世界株式除く日本とはどういうものかというと、まあ、これ一本で、まあ、日本株を除く全世界の株式をほぼほぼ買えるというね、まあ、夢のようなファンドかなと思います。インデックスはね、MSCI オールカントリーワールドインデックス、除く日本配当込円換算ベースというね、指標ですね。ちょっと長ったらしい名前でね、ちょっとね、まあ、初心者はこれ見ても意味わかんないと思うんですけど、こういうね、まあ、基本的にはこういう指標みたいなのがあって、これがね、ちゃんと日本を除く先進国とか新興国、まあ、アメリカ、イギリス、ドイツもそうだし、まあ、中国とか、オーストラリアとか、まあ、いろんな、ね、国を含む株式に投資しているやつで、それ の, 数値ですね、指標があるんですけど、それにちゃんと連動するように、この投資信託は動きますよっていうね、そういうお話ですね。ちなみになんですけど、ごまおは特に投資してないんですよね、これね。米国株だけで十分かなというね、ごまおの方針なんで、これには投資してないという話ですね。ごまおは別にこの全世界株式にね、そこまで魅力を感じてないですけど、魅力を感じてる人っていうのは多いみたいなんで、特にね、お勧めしないってことはないですね。eMAXIS Slim 全世界株式除く日本の運用のイメージはこんな感じになってます。まずここね、我々個人投資家は、投資者ですね、購入するんですよね。この eMAXIS Slim 全世界株式除く日本ですね。これを購入するんですけど、じゃあこの投資信託自体はどういうものから買っているかっていうと、この外国株式のインデックスと新興国株式のインデックスの、このそれぞれのファンドを、それぞれ買っていると。
それぞれ買って構成してますよっていうことですね。で、これらはそれぞれ先進国の株式を、まあ、もう元のね、やつをね、買ったりとか、新興国の株式を買ったりして、こう作られているものっていうことですね。はい。まあ、仲介してくれてるっていう感じですよね。我々投資者は、まあ、その、ね、ネット証券から、その、100円から買えるみたいなね、感じになってるんで、非常にいいですよね。買いやすくなってるっていうものですね。はい。で、まあ、特徴をちょっと並べてみますと、まずね、信託報酬率なんですけど、これが0.1144%。これはね、安いっていうのはね、お伝えしましたね。で、もう一つ、資産運用額が119億円ということでね、これ後でまた説明しますけど、これね、結構、設定年からね、時間が経ってないのに、これだけね、増えてるっていうのは結構評価に値するかなと思います。まだ2年ぐらいじゃなかったかな。2年ぐらいの運用でね、これだけね、お金が集まってきてるということですね。で、積立 NISA で、購入することが可能になってます。なんでね、まあ、積立 NISA で考えてる人は、まあ、ぜひね、検討してみてください。で、iDeCo ですね、確定拠出年、個人型の確定拠出年金で、使えるのは、SBI 証券では買うことができるようですね。なんで、SBI 証券で iDeCo ね、開設しようと思ってる方は、ちょっとね、ここら辺、検討してみてはいかがでしょうか。で、今、KICSLIM の全世界株式除く日本の構成銘柄についてちょっとお話ししますと、こんな感じですね。まあ、構成比率ですね。どういう国から、株式を買っているのかっていう割合を見てみましょう。まあ、先進国が87.6%で、新興国が12.4%ですね。アメリカが60%以上ということでね、まあ、ほとんどアメリカ株に買う。っていう買うのとはまああんま変わんないかなっていう感じですね。ただちょっとアメリカ株だけだと、ちょっと不安だ。もしアメリカに何かね、経済的なダメージがあったりとかしたときに株価が下がっちゃうと、こんだけ比率が、アメリカ100%にしておくとね、それ下がったときに嫌だなっていうときは、他にもね、こうやってイギリス、フランス、カナダ、スイスとか、まあ、その他ね、先進国とかですけど、あとは中国とか韓国、台湾とか、こういう新興国にもね、まあ、分散して投資できるような感じになっているんだったら、その方がいいなというふうに考えられる人はね、こういうのが、こういうところに投資するのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、注目すべきはやっぱアメリカですよね。アメリカが、まあ、ほぼほぼ60%なんで、ほぼアメリカに投資してるのとそんなに変わらないよっていうところもちゃんと覚えておきましょう。で、日本がないっていうこともね、特徴ですね。日本株には一切投資しておりませんというね、日本人ですけど、日本には投資しませんっていうね、そういう人にはいいのかなっていうふうに思います。で、あとね、資産推移を見てみましょう。はい。このね、ギザギザチャートが、基準価格ですね。これが、まあ、この投資信託が価値になるんですけど、それが、まあ、2018年3月設定開始で、1万円でスタートしてるんですけど、まあ、ちょっと下がったりもね、したんですけど、まあ、2018年の年末がちょっとね、株価が全体的に下がった時期があったんで、そこをね、そこにして、まあ、またちょっと戻ってきてまして、今はね、もう1万、当初設定額はもう超えてきてまして、今1万1000、500円とか、まあ、上がってきてるんで、まあ、いい感じかなということで。で、このね、この山ですね。この何色っていうんだろうな。この黄土色じゃないけど、黄土よりちょっと薄いような色のやつ。これが、原始山岳ですね。これが、積み上がっていってるっていう状態ですね。すごいね。どん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 増えていって、今、まあ、約120億円ぐらい、溜まってるという感じですね。うん、これは非常に伸びがいいので、すごく人気が集まっているという感じですね。資産額がね、すごく入ってくると、信託報酬率とか下げる余地も出てきますので、さらにね、信託報酬率下がってって、買いやすくなる、保有しやすくなるっていうこともあり得るので、非常にそこら辺はいいのかなというふうに思います。はい。で、まあ、ここまでが説明でしたけども、除く日本のやつね。で、似たような投資信託も、どういうものがあるんだろうっていうのをちょっと比較で見てみましょう。このまあ真ん中のね、この eMAXIS SLIM 全世界株式除く日本っていうのを今回紹介してますけど、他にもね、本当に全く同じ名前なんだけど、カッコだけ違うみたいなやつがあるんですよね。eMAXIS SLIM 全世界株式のオールカントリーと、全世界株式3地域均等型。
はい、これらがありますと。オール関といったような、まあ、その名のごとく、まあ、日本株も含む、そのね、この除く日本にプラスアルファで日本もついたみたいなやつですね。もう全部、これ一本で全世界に株式、本当に全世界株式ですよ、みたいなやつですね。これも都心と合理収率変わんなくて、純資産額総額116円ぐらいで、除く日本とまあ同じぐらいのやつで、同じぐらい人気がありますね。で、先ほど紹介したファンドオブザイヤー2019ってね、投信ブロガーが選ぶランキング1位になってるのはこっちですね。カントリーなんで、やっぱりね、もうこれもうぜ、とりあえず全部ね、全部買っときたいって人には、これはね、では分かりやすくて、非常にいいのかなと思います。ただ、まあ、これ、米国株の投資の比率がね、非常に大きいということだけ覚えてください。まあ、そうしないとね、米国株比重にしてないと、まあ、実際、その世界経済の、ね、成長をこう、恩恵を受けるってなると、まあ、どうしてもね、アメリカが、まあ、強いわけで、そのアメリカにどうしても、ね、返住するっていうのはしょうがないことなんですよね。はい。ただそのアメリカ返住がちょっと気に入らないっていう人は、この三地域均等型っていうのがいいと思います。日本とその先進国と、新興国、この三つのバランスをもうすべて、まあ、三等分して、3割、3.3割ぐらい、33.3%ぐらいずつを均等にして保有できるってやつですね。まあ、そうなってくるとね、ちょっと日本株とか新興国株に足を引っ張られる可能性っていうのはちょっと大きくなっちゃって、リスクが高いっていう、多分ね、見なすことができるんです。だからちょっとね、資産額的にはちょっとあんまり人気が集まってきてないのかな、14億円ぐらいなんでね、っていう感じはしますね。信託報酬率はね、変わんないんですけどね、ここの3つね。まあ、それぞれこういう違いがありますよっていうことですね。まあ、似たような投資信対象ではありますけど、ちょっと微妙にね、それぞれ違うよっていうね、お話でしたね。で、あとは楽天 VT とかタワーノードの全世界株式とかね、そういうものもあります。楽天 VT っていうのは非常に人気で、この VT っていうもの自体がね、ヴァンガードのトータルワールドストック ETF っていう、米国の株の ETF ですね。それを丸ごと楽天のね、運用会社が買って作った商品っていうことですね。これ楽天 VT 聞いたことある方多いと思いますけどね、これ人気ですね。327億円も集まってますね。これも設定年数がそんなにね、長くないのに、これだけお金集まってます。で、信託報酬率が0.132%という感じで、まあ、ちょっとこのね、今季節スリムシーズンに比べたらね、それはちょっと高いなっていう感じはしますけど、まあ、十分低い水準になってますし、まあ、そのうちもうちょっとね、やっぱ対抗して下げてくるのかなというふうには思いますので、楽天 VT もね、全然おすすめかなと思います。ちょっとタワラノーロードはね、あんまりちょっと認知度がないみたいで、2億円しか集まってないということで、まあ、ここら辺はそんなに、どうせ買うなら、まあ、楽天 VT とか、このオールカントリーとか、除く日本とかでもいいのかなっていうふうな気はしますね。はい。で、インデックスの特徴を見ておきましょう。全世界株式のね、この除く日本っていうやつのは、まあ、このね、ちょっとインデックス、これ指標なんですけど、これ指標はどういうものかっていうのちょっとよくわかんない、わかりにくい、にくいかなと思ったんで、ちょっとここだけね、補足して説明しておきますと、この先進国の株式のインデックスですね、MSCI 国債っていうね、これね、聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、先進国に投資するインデックスですね。これと、新興国株式の MSCI のエマージングマーケットインデックスっていうね、まあ、まあ、先進国のインデックスの代表がこれで、新興国の株式の代表がこれみたいな感じなんですよ。これらをまあ組み合わせて作ったのがこれですよっていう意味なんですね。はい。MSCI っていうのは、まあ、よく聞くようになると思うんですよ。これから勉強していくのが、この MSCI ってね。これをまあ覚えておいた方がいいかなというふうに思います。はい。で、まあ、最後っていうか、まあ、今期スリムがね、愛される理由っていうのもちょっとお話ししておきましょう。今期スリムっていう名前がつくシリーズのね、全体の話ですけれども、常にね、業界最安コストを目指すと宣言しているってことがね、大きいです。投資信託はね、コスト引き下げ合戦のフェーズに突入しています。もうどん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 ね、信託報酬をうちは下げていく、下げていく、下げていくってなっていく。で、自分のね、投資信託を選んでもらおうみたいなね、そういう感じになっています。もうね、その信託報酬率をたくさんもらって、手数料で儲けようっていう時代はもう終わったんですよね。だから、まあ、非常に投資家、個人投資家にとっては非常に買いやすい時代になってきてて、もう嬉しい限りなんですよね。もうこれは米国株がね、非常に堅調で、株が高くなってて、ちょっと売りやすいんですよね。投資信託売ってる側も今こんなに売れて、
ね、株高くなってるから儲かりますよみたいな言い方が、まあ、儲かりますよと直接的に言うことはないですけど、今非常にね、何パーセントあってみたいなね、いいですよみたいな感じに言いやすいんですよね。だからこういういい商品をどんどん出していけば、みんなどんどん買ってくれるっていう時代なので、それがね、まあ、功を奏してるって感じですね。で、あと、積立 NISA っていうものがね、2018年からスタートしてて、この積立 NISA で買える商品っていうのを、まあ、その積立 NISA って非課税になる制度なんで、まあ、ぜひ使った方がいいんですけど、その有料投資信託がまあ選別されてるんですよね。金融庁によって、まあ、非常に長期の目線で、運用することが、まあ、できて、まあ、最終的にね、投資者にとって、まあ、お得になるだろうと思われる、まあ、絶対お得になるかはわからないんですけど、ね、そういう可能性が高くて、まあ、信託報酬率とかもすごく低くて、有料のやつっていうのをちゃんと選別して、積立 NISA で買えるものっていうのを厳選してるんですね。だから、ここから買えば、まあ、ほぼ間違いないだろう。積立 NISA で買えるもので買から選べば、まあ、間違いないだろうっていうのが、まあ、非常に分かりやすくなってきたんですよね、個人投資家にもね。今まではね、もうそういうのがなかったから、まあ、投資信託なんて種類がもう8000本とかあるんですよ。もうその中から選ぶのって、まあ、事実上ほぼ無理で、どうしたらいいんだろうっていうね。まあ、ゴゴマはなんかもうそのなんか投資ブログとかね、もう読み漁って、自分で考えてたんですけど、それもなかなかね、みんながやるのは大変で、ですけども、まあ、積立 NISA っていうのが今いいね、制度ができましたから、そういうものを参考にするっていうのがとってもいいのかなというふうに思います。で、ゴマはこの eMAXIS Slim の全世界株式除く日本を買ってないんですよね。じゃあ、なんでこんなね、解説してるの買ってないのかっていうと、5万はちょっと心配をしているのがこれですね、新興国株に足を引っ張られる可能性があるなというふうに思ってるんですね。新興国株っていうのは非常に可能性はあるんですよ。これからね、爆上げするっていうね、っていうね、そういうのに期待する人は絶対ね、それで、まあ、やった方がいいかなというふうに思うんですけど、ちょっとね、新興国株の割合も、まあ、これ買うとまあ12%ぐらいね、投資することになるんですけど、まあ、5万はそこまで、いいかなっていう感じなんですよね。なぜなら、まあ、上がる可能性は、それはありますけど、大きく足を引っ張られる可能性だってやっぱりあるわけですよ。すごい下がってね。まあ、成功するとしても、そんなにたくさんの会社が成功するとも思えなくて、脱落していく会社もあるから、それらにもね、まあ、間接的に投資するわけじゃないですか。だから、それになってくると、ちょっと足引っ張られて、全体的なね、例えばアメリカの経済が良くても、そういうのにね、足引っ張られるのはちょっと微妙かなっていうふうに思ってます。で、5万は、まあね、アメリカ株だけに投資してれば、まあ十分かなと思ってまして、アメリカとか、まあ先進国株とかですね、やっぱ日本株と新興国はそんなにいらないかなっていう感じですかね。はい。なんで、まあ、全米株式に投資するイコール、まあ、ニアリーイコールで世界投資になるかなっていうふうに思ってるからなんですね。まあ、S&P500 とかね、そのアメリカの大企業500社とかに投資しておけば、まあ、その500社ってね、まあ、事実上もう世界中で売り上げがあるわけですよ。コカ・コーラとか P&G とかそういうものに投資するんですけど、そしたらね、もう、だってコカ・コーラなんて日本で売り上げ相当あるでしょうし、まあ別にアジアだってアフリカだっていっぱいありましたね。P&G なんてね、まあ、例えばおむつとか、シャンプーとかもね、いろんなところで世界中で使われてますよね。っていうのもあるし、まあ、あとはガファムとかですかね。Google、Amazon、Facebook、Amazon、Apple、言ったか。あと、マイクロソフトとかですね。ああいうサービスってもう、まあ、全世界中の人が使ってるから、世界中で売り上げありますよねっていうね。だったらもう、その全米株式に投資するってことは、世界株式に投資してるのと、まあ、イコールかなっていうふうに思うので、まあ、5万は、米国株式に投資してます。具体的にはどういう銘柄かというと、ここら辺ですね。eMAXIS Slim の先進国株式ですね。これはアメリカだけじゃなくて、ヨーロッパとかも含む先進国ですけど、あとは eMAXIS Slim の米国株式 S&P500、これが、ね、S&P500 に投資しているやつ。楽天 VTI、これはまあ全米株式で、アメリカ3700社に、投資できるやつですね。SBI バンガード S&P500 ってこれも S&P500 に投資できるやつ。ここら辺を、が好みですねっていう感じですね。はい。で、結論ですけども、もう一回、お伝えしておきます。投信ブログが選ぶ銘柄ランキング13位を獲得です。信託報酬率は0.1144%という驚異的な低さ、初心者向けにはお勧めできる。日本株を持っていて、かつ海外株にも分散投資したい人っていうのは合うのかなと思います。逆に日本株はいらないっていう人にも合うようなものかと思いました。はい。こんな感じでね、5万は投資信託の分析っていうのもどんどんしていこうと思っています。あとはね、まあ、米国株の ETF とかも得意で、そこら辺もね、
どんどん話していきます。タゲナのをね、元に有益な情報発信をしていまして、動画は毎日更新中です。チャンネル登録をお願いします。ではまたね、明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。